やっとここまで持っていったよ。よし、私は意思に行動を悟られないようにこれからはドアを静かに閉めるようにした、うん、一つずつ見てみよう。そうだ、インナミさんも一緒に連れて行こう。一人よりも二人の方が心強いはずだ。ゴンゴン以前よりも静かに叩いた。返事がない。インナミさんは留守のよう。もしかしたら眠っているのかもしれない。本当にいるのか確認してみよう。やはりいない。彼は一体どこへ行ってしまったのだろうか。まさか医師に。そういったことを想像すると余計に不安になってきた。扉には鍵がかかっている。多分ここしかない。ちょっとセーブは作りました。いっぱい戻ったんで、じゃあこう刻んでいくことにしよう。一つずつ、うん、あれ、扉には鍵がかかっている。問題はこの扉だ。医師はこの扉の向こうからやってきているんだ。そしてこの扉の向こうが出口につながっているはずだ。私がそう言い切れる理由として、すでにこの階の部屋をすべて調べたからである。さてどうするか。しばらく考え込んでいると一つの案を思いついた。それは、医師がこの扉を開けた瞬間に不意打ちをついて鍵を奪い取る方法だ。鍵さえ取ってしまえば医師をこの階に閉じ込めることができる。非常に危険だが、今の私にはこの扉を開ける手段がないのである。さあやるぞ。私は気配を消してただひたすら待った。自分の呼吸すらも聞こえないほどにありとあらゆる音を出さないことを意識した。どれだけ冷静になろうとも恐ろしくて足の震えが止められそうにない。どのくらいの時間が経ったのだろうか。待ち続けているとドアの向こうから足音が近づいてきた。今だ。完璧だ。何？青い扉の鍵を奪った。早く鍵を閉めないと。扉の鍵を閉めた。ははは、やったぞ。閉じ込められる気分はどうだ。やめるんだタクタク君。君はここで病気を治さなければならないのだよ。さあ扉を開けるんだ。さあ。ふざけるな。何もかも分かっているんだろう。私が病気でないことも、父の手紙がでたらめだということもだ。私の父はすでにいない。あの世から手紙を送ったというのか。そもそも私は赤松の地下を友人と探索していたんだ。そこで巨大な穴を見つけたが、中からやってきた得体の知れない生き物に捕まえられた。それはお前の仲間じゃないのか。そもそもお前は一体何なんだよ。貴様、この私ぐら逃げられると思っているのか。医師の発音はこの世のものとは思えない。人間が発音できそうにない恐ろしいものへと変化した。そして強力な力を持ってこの扉を破壊しそうな勢いで叩いた。奴なら本当に扉を破壊しかねない。私の安心はすぐさま焦りへと変わった。絶対逃げ延びて、おこげ、もうチェックセーブしよう。よし。階段はこの一つしかない。この先に出口があるの。階段を降りると、今まで白いクリーンな風景とは対照的に、コンクリートの暮らしの暗くジメジメした、気色の悪い通路がついていた。扉の叩く音が続いて、一体何なんだこの施設は。ここは病院ではないの。戻ってどうする。確かに鍵がかかっている。鍵がかかっている。ここしかねえじゃん。やったぞ。ここしかない。おお、めっちゃびっくりした。黒い
うわなんてことだ。これは印南さんなのか。畜生あいつめ将棋じゃない。ヤツがドアをぶち破る音が聞こえた。小賢しいぞ小僧、どこに隠れた。クソ、どうすればいいんだ。とりあえず鍵かけようよ。赤い赤い、ここか。違う。やばいやばい、ここか。ここも違う。いや、もう次来ちゃうじゃん。ここは、ここも違う。奴が近づいてくる。残りはここだけだ。私がいる部屋の扉のすぐ向こうから声が聞こえる。いやーいやーっていやーん？にゃるラトテップツガーシャメシュシャメッシュ、なんじゃこりゃ。ニャルトテップガツガー、なにクトゥルフフタグン、いやだ怖い。え、どうなっちゃうの。扉の鍵を閉めた。え、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、冷静になろう。今日は何もない。持ち物ない。記憶の方ない。どうしろってんだ。な、そうだ、このナタがあればナタを装備するよね。見つけた。出ちゃってるね。よし。うおー。え、あー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 、痛い。お、逃げてった。はあはあ。いけない。奴が弱気になっている今のうちにとどめを刺さなければ、このままで再び私に襲いかかるかもしれない。パンペイターを殺さなければならない。そんな追い打ちをかけない。廊下に植えると奴のものであろう血液の跡がついていた。ここだ。不用意に入っていいのか。この部屋の中に奴が。よし、入るぞ。うおー、穴だ。ここはすでに奴の姿はなかった。そして地面に直径1メートルを超える穴が開いていた。奴はこの穴の中に逃げ込んだのである。血の跡を見る限り間違いないだろう。さらなる狂気が私を駆り立てた。明かりになるものを探すんだ。どの道私には奴を追う以外に方法はなかった。出口に繋がるのはこの穴ぐらいなのだから。あ、そっか、全部開けたからか。マッチだ。一本しか入ってないぞ。ダメだ、たった一本では一分持たないうちに明かりが消えてしまう。ランプ閉めた。燃料入っているぞ。ランプを手に入れた。このランプとマッチがあれば長い間暗闇を照らすことができそうだ。ノートが置いてある。前の何ページか破り取られている。5月15日捕獲1名男、名前印南、免許証あり。印南のマインドコントロールを開始、順調だ。捕獲2名男、名前タクタク、室井、免許証より。彼らは死にすぎてしまっている。記憶は消したが完全ではない。
念のために別々の場所に軟禁しておく。インナミの胴体を切除、明日にはタクタクの手術も行う。やっぱ殺されちゃったんだよね。文章が終わった。何なんだこれは。ここには私や隣人、それに室井さんのものまで書いてあるぞ。クソ、やはり私は奴に誘拐されたんだ。あの嘘つきめ。きっと破り取られた前のページには以前の被害者のものと物も書かれているに違いない。私はたった一本しかないマッチに慎重に火をつけた。マッチを落としてしまっては大変だ。このマッチの火がランプに移る前に消えてしまうと、もはや私には暗闇しか残されていないのだから。作業はうまくいった。見事ランプは私の期待に応える働きを行ってくれた。そして恐る恐る明かりを穴の中へと向けた。もしかしたら奴がまだ近くに潜伏していて不意をついてくるかもしれないのだから思ったより深そうだな。もはや私にはこんなに飛び込む以外に方法はないのだろうか。前に小屋の地下室で闇に、降りていったのとはわけが違う。はしごが存在しないのだから。もしかしたら奴は穴の底で落下の衝撃に耐えられずに即死しているかもしれない。逆に穴の深さが大したことがなければ奴はまだ生きていることになる。どちらにしても危険に変わりはない。しかしこのままではこの施設でじっとしていることなんてできない。奴はさらなる力を用いて私に復讐、あるいは何かの目的を行うだろう。それに出口と思われる場所はここしかないものか。私は意を決して穴の中へ飛び込む。落とした衝撃でランプとかは割っちゃわないか。終わった。終わっちゃったんじゃないか、これ。完璧に。暗い、地の底へあなたはランプとナタを持って向かっていった。果たしてこれで良かったのであろうか。言いようもない恐怖と不安があなたに襲いかかる。この先は出口なのか、それとも2番通3話へ続く。続くってどういうこと。まだ新しく出てるのか。ちょっと待ってよ。これで終わりになのかな。もしかしたら戻ってみるとか。上の階に明かりになるものなんだぞ。これで終わりなんだ。ということで涅槃2はこれで終わりです。第3話をちょっと次回探してやっていこうと思います。これで終わりなのか、ちょっと、はっきりしなかったけど、ちょっと真相にはまた遠い感じがします。では、また次回。Thank you.